シンガポールマネージメント大学は2000年に設立されたシンガポールの大学である。シンガポール経営大学とのわけもある。シンガポールマネージメント大学は変化の多い時代に対応できるリーダーや企業家を輩出することを目的にシンガポール政府が出資し、米国ウォートンスクールをモデルとして2000年1月12日に設立された。学部 大学院合わせて約1万人が在籍している。現在は、会計学、経営学、経済学、情報システム学、法学、社会科学の6つのスクールから構成され、学士、修士及び12の博士課程が開設されている。30以上の研究所と COE を保有するほか、専門職教育課程では専用の企業研修と、生涯学習を受けられる。 スマはマネジメント教育に関する第三者評価機関、アケスビーインターナショナル、エキス、アンバから認証を受けている。少人数制で、ゼミ形式での教育を特徴とする。スマのキャンパスは南部にあるニュースや西部にあるんちょと違い、シンガポールの中心部に位置しており、実業界とのつながりが強い。1997年、シンガポールにニュース、んちょに続く、第三の大学を作る。 最初の計画が持ち上がった。その後、リゾートホテルチェーンであるバンヤンツリーで、イグゼクティブチェアマンを務める何公平氏が議長として任命され、アメリカの大学教育をベースとしながらも、より柔軟かつ幅広い高等教育を行う方針が決定された。学部教育のモデルとしては、米ペンシルバニア大学、ウォートンスクールが選ばれた。 ウォートンスクールとは1999年2月に協定が結ばれ、同年6月にはウォートン、スマリサーチセンターが設立された。2000年、シンガポールマネージメント大学は、エヴァンスロードにあるファチャンインスティチューションの一角を一時的なキャンパスとして開学した。そして5年後の2005年には、4つのスクール、図書館、3つの研究機関を伴う大学として、 シンガポールの商業と文化の中心であるブキティマへの移転を完了した。その後、ロースクールの開設、スクールオブエコノミックスソーシャルサイエンシズの改装を経て、現在の体制となった。フォローイング、A ストラテジックレビュー by the university management、シニアファカルティザボードオブディレクターズ、プロフェッサーデマイヤアンウンスト、ザ・ストラテジック・ゴールズオブ、 A5 year plan in his smart president, S State of University Address 2011, テーゼゴールズアレ2ありがとうございます。